ミシン糸の上端の編みぐるみを編んでみようの第28回です。はい、どうも編みぐるみストの角田です。どうも。はい、まあそんなわけでですね、今回はミシン糸の上端の編みぐるみを編んでみようの第28回です。はい、まあそんなわけで28回目を迎えました。ウエタンの編みぐるみ作りですけども、ウエタン、こちらですね、ウエタン。はい、でウエタンを編んでるところでですね、前回がですね、まあその前にこのウエタンの顔体は編んでたんですけども、前回でこの手と足ですねをどんな形にしようかというのをちょっとやって、まあ、大体これでいこうかなーって決まったのでですね、今回はですね、まあ、引き続きというかですね、この手と足を編んで、まあ、余裕があったら、くっつけですね、体にくっつけていきたいと思います。ということで、まあ、早速編んでいきます。まずは手を編んで、手ができたらとりあえずくっつけちゃおうかなって思います。今日は天気がいいので鳥さんが元気に鳴いてますけど、なんか違う気がする。なんか隣か、
て前回も話したんですけども、この今ちょっと6目で編んでるんですけども、この6なんだ、なんていうのかな、6目とかですね、その少ない目数で同じ段を編むっていうのがですね、結構厄介というか、なんですよね。なんか無理やりにでも増やし目をしたいというか、衝動に駆られるというかですね。いいのかな。ということで、
揺れてしまいました。よいしょ。はい、ということで手ですね。これは上ちゃんの手になります。どうしよっかな、手をつけちゃおうかな、それとも足とかを作った後にまとめてくっつけるか。ということでちょっと先につけちゃいたいと思います。あとは本当このここに綿を詰めるかどうかっていうところなんですけど、まあ、正直どっちでもいいと思うんですよね。どっちでもいいって言っちゃダメか、まあ、気持ち詰めるっていう感じですかね。このぐらいだと本当気持ちなんですよね。で、あとはちゃんとつけます。ここどこにつけようか。ここら辺に際がいいんだよね。これで結構この多分際というかですね、ギリに上の方につけた方がいいんですよね。でこの首だから、これで見る、これで言ったところの顔と手の間に隙間が空いちゃうとなんか変な感じになっちゃうので、
こんな感じですね。いいか。ちょっとあれかな。どうしようかな、こういうところが若干厄介なんですよね。このどうしようかな、一回下まで行ってから、この今こうやって入れてやるんですけども、この顔が出っ張っちゃってるのでですね、やりづらいというか、これを無理やりやろうとしてるとおそらく針が曲がってくるみたいな。あ、でも一緒にやっちゃうからちょっと、綿を軽く入れときます。そのまま閉じちゃった。横置き横置き、よいしょ、横置きを、でこれのサイズなので、これでも若干綿もしかないんですけども、ちょっと多い感じなんですよね、綿の量が。なのでこんなもんですね。こんな、このぐらいの綿を、でもそれにしても本当に綿がなくならないんですよね。この ここで毛糸の編みぐるみを編むと一気に減るというか、やっぱこれ怖いな。一回奥まで通して、まあ、さっきみたいにこの、いや、これが邪魔になって、今ここは出っ張って邪魔になってあれなんですけども、そういう時はですね、前回もちょこっとやったんですけども、一回奥まで通して、これが奥まで通して、こうした後に同じところから折り返すと、でこうしてやるっていう感じなんですけども、これがちゃんと同じ穴からいかないと、なんかもうまた大変というか、めんどくさい感じになっちゃうのでですね、そこがちょっと要注意という感じなんですけど、
もう一匹こうしたい。結構白とかはですね、この見てもらうと分かるんですけど、目が分かりやすいんですけども、分かりづらい色とかですね、あとなんか疲れてる時とかですね、なんか知らないけど隣の穴に刺しちゃって、なんかこの通った穴じゃないその隣に刺しちゃって、もうなんかいろいろとわちゃわちゃしちゃったことですね、あるのでですね、マジか、ここで、どうしよっかな、今切れましたね、そっか、まあ、今切れたのでどうしますというか、止める前に切れちゃったので、どういう状況かというと、一番最後のところがですね、ちゃんと止まってないってことですよね。なので自然にこうどんどんほぐれるじゃないか、ほずれてきちゃう可能性があるといった感じなんですけども、まあそれはちょっとこっちでもう一個の方をつけてちょっとリカバリーできるので、どうしようかな、ちょっとあれなので、ではですね、次回ちょっと今回ここまででですね、次回はちょっとその最後にリカバリーをしつつ手をつけて、まあ、余裕があったら足とかに行きたいと思います。はい、ということでですね、今回もですね最後までご視聴ありがとうございました。はい、それではまたお会いしましょう。ではでは。